夫、エドワードと共に、ガントレット久し10月26日から1953年11月29日は、明治から昭和初期に活動した社会運動家、婦人参政権運動家である。エドワードガントレットの妻で、作曲家、山田工作の姉でもある。名前は、常子ことも書く。愛知県碧海軍ミノ輪村生まれで、父の山田健造は牧師、 母は久しである。代々医師の家系であったが、健造は、宝刀に明け暮れていたため、母久子は常子を、おぶり父のもとを去った。母は、東京の妹夫婦を訪ねた。妹は、後の来病の施設を設立した熱心なクリスチャン、大塚精神の妻となっていた。後に父、釜井さんも後を追って上京したが、大塚は常子を、この乱脈な生活の中点に置くよりも、 桜井女塾の寄宿舎に入れる方が良いと判断し、6歳の常子を寄宿舎に入れた。そこで、桜井千香子の教育を受けまた進行を学んだのである。後に合併を重ねて、女子学院となり矢島家じ子の訓導を受けた1878年、桜井女学校に入学して、桜井千香に指示した。女子学院に進み、教師として、京愛女学校に赴任した。 女子学院の寄宿舎で生活指導を受けたミス・パミリーも共愛に赴任し、4年間一緒に生活をした。彼女がこの時、常子にイギリス人の青年を紹介したのがきっかけで、エドワード・ガントレットと結婚した。1898年に教育者で牧師でもあったエドワード・ガントレットと結婚し、イギリス国籍を取得した。国際結婚については母をはじめ周囲の反対や、 ラシャメンと呼ばれた差別の中で、叔父の大塚精神と矢島梶子だけが理解を示した。エドワードはアメリカ大使館の初期官であり、東洋英和学校の教師であった。小柄で貧弱なエドワードに最初は常子こは乗り気ではなかったが3年目にとうとう彼の人柄に惹かれて結婚式を挙げた。1920年、ロンドンで開催された万国教風会に出席し、 ジュネーブの婦人参政権協会の大会にも出席、帰国後婦人参政権協会の設立に尽力した。日本の法的国際結婚による初の英国籍取得者であるが、第二次世界大戦のため、1941年に夫婦で日本に帰化した。この時に名前は、ガントヒサシとした。6人の子を育てながら宣教師の通訳として夫と伝道し、 教育者としても桜井英語専門学校、東京女子大学、自由学園で教えた。また日本キリスト教婦人教風会会員として、排尚運動を熱心に行い、女性解放運動も続けた。ありがとうございます。